言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ダンクの話ですけども、ダンクというものがスカイハイが標榜していた、まあ日本を踊らせろっていうところから始まり、いろいろなグループとかそういったところをダンスでつなげていくっていう形のものであって、例えばだからバリスティックボーイズ、ジェネレーションズ、ビーファースト、エンティーム、超特急、いろいろいますが、本当に他のグループのファンが他のグループにも興味を持って、そこの間のそういうやり取りというものが結構出来上がっているっていうところがあるようでして、おそらくこの形をもっと伸ばしていくっていうのがスカイハイのその考え方なんだろうと思います。で、その中でおそらく少数意見としていろいろとこれはこうなんじゃないかとか、ちょっと嫌だっていう感じの意見も出てくるかと思います。ただ当然だけど、もう神様でもないので、結局 100% の人を満足させられるっていうわけにはいかないので、ただ結局今までこういうものがなかったので、おそらく今までそういうのを求めていたけれども、それがなかったという状況が続いていて、そこを求めてきた人たちっていうのがきっといるはずです。で、押し方っていうのもやっぱいろいろあると思うので、その人なりの押し方でいいと思うし、それをだからお互いにこうね、なんていうか叩き合ったりするっていうのはなしにしていきたいなというふうに考えているところであります。で、その流れの中で今回はですね、サムネイルにしてあると思いますが、メゾン B の翔也くんがダンク11日と12日に、まあ、出たわけですよ。まあ、これ5日のやつですけどね。はい。11、12で出たわけでして、まあ、とにかく素晴らしいことだと思いました。まあ、いろいろな人たちが出るって中で、東京ゲゲゲイさんとかも出たりとかしましたし、それから、黒子さんですかね。5日の日に出たりとかして、まあ、ダンサーチームとか、ダンサーさんがしっかり出るという、そう、湿金さん、健造さんもそうだけど、そういったところもあります。で、ダンサーでありアーティストでありっていうところでもあり、その上でまあデビューしたばっかりっていうところもありまして、まあいろんな要素がありますが、翔也くん、メゾン B の翔也くんが出たっていうこと自体が非常に素晴らしいことだと思っています。でですね、11日12日両方出たんですが、まあ私は5日の日、11日の日、12日の日、ダンク3日とも行きましたが、おかげさまで、はい。ですが、本当に11、12で両日とも出まして、で、ダンスコラボで、シットキングスさんのダンスコラボで、踊るっていうところでしたね。で、やはりね、まあ、彼の話として、日プー2出身なわけですね、もともとは。で、メゾン B 自体も、日プーのラップトレーナーの、ケンザ390さんが、プロデュースをしておりまして、日プー2の、人たちで集まって結成されたものでありますというところで、で、私としては、まあ、それからのヒップホップ要素が非常に強いグループっていうところもありまして、応援をしているグループですね。だから本当にすごく嬉しかったです。ちなみに3月31日はメゾン B のライブ私行ってきますんで、チケット今取れるかどうかわかんないですけど、どうなんだろうな。だからもし取れるんだったら、興味ある方は行ってみるといいのかなっていう感じがします。はい、私もこっそりと言います。はい。で、まあ翔也くんに関してですね、今はだから福田翔也って呼びたくなるんですが、翔也、メゾン P 翔也って読むのが正しいということですね。で、私はまあ皆さん大体ご存知の通り、BE:FIRST をまあ一押しグループとして追っている人間ですよね。まあいろいろと推しグルもそれなりに変わってはきました。もともと女子グループをしていたところから始まったりしてますが、まあそれよりさらに遡ると声優さんとかね、そっちの方が好きだったりしたんだけど、まあ結果ね、うん、BE:FIRST がっていうよりはボーイズグループを追うようになってから、いろいろとね、人生とか考え方とかも変わりましてね、そんなのがいいなと思ってるところで、で、ですね、やっぱりこう THEFIRST をまあ見た時と言いますか、最初見た時に私はソータくんが推しなわけですよ。あ、じゃあちょっとここに翔也くんとかが いろんな人と写真を撮っていたので貼っておきますが、小さかったら拡大をして話そうと思いますが、とにかくまあこの中で言うと、まあいろんな方と撮ってました。湿金さんとかもそうだし、まあ結局あれですからね。でもソータくんとアイルザショータくん、そして XY の P 君ですね、ここに載せているのはこの3人だと思いますが、まあやっぱりね、有名なダンサーだったりしたものだから、当然この辺との接点っていうのはあったみたいで、特に XY の P 君はどうやら大学の
先輩後輩の間柄のようで、翔也くんが先輩で P くんが後輩ということみたいですね。インスタストーリーで上がっておりましてね、もう多分消えちゃったと思うんですけど、いやすごいですね、こういうところで会うなんてね。うんね、やっぱり世間って狭いもんだなと思います。それでソータくんとはおそらくはそのインスタストーリーの感じだと一度コラボをしてみたかったって話はしていたので、ソータくんとは初めてだったのかなって気がしますね。どうも記憶が確かであれば INI の木村雅也くんとはもともと知り合いだったような感じがするので、そこはそうなのかなっていう気がしますが、で翔太くん、アイルダ翔太くんですね、同い年っていうところの話でご飯早く行きましょうって話をしていたんで、おそらくね翔太くんのコミュ力だったらねすぐにでも行くんじゃないかなって思ったりする。そうなってくるとね、アイルダ翔太っていう存在は BMSG としてもすごく自由に動ける素晴らしいアーティストですからね、もうぜひねメゾン B と一緒にやってほしいなって思ってるよ。私はメゾン B だったり、あるいはルーマーだったり、翔也くんとの縁だから翔也くんとでもいいけどね、なんかやってくんないかなって思ったりしてる。その辺はねプロデューサーがね、ケンザさんがメゾン B で、スカイハイがね BE:FIRST で、そもそもスカイハイはケンザさんに非常にお世話になっていますから、だからその辺のことも含めていけるだろうと思っておりますけどもね。はい。でソータくんをそのザ・ファーストで見たときに、ソータくんの話ね、アメリカでねソータくんが4回チャンピオンを取ったって話で、その時に一瞬パッて浮かんだのは、あ、日舞2の翔也くんみたいな人いるんだなって思ったんですよ。そうだから結構そういった意味ではだいぶ翔也くんっていう存在は日舞2の中でも気になってたんですよね。でなんかね、もともと彼翔也くんに関してなんかどっちかっていうとその日プーの色ではないような気はちょっとはしてた。でもそれは私が思ってただけ。結局のところね、ワンピックの方とかもすごくダンクに来ていらっしゃったようで、すごくっていうか何人かツイッターで見たんですよね。その方本当に嬉しかったっていうところで、でも結果そのね、メゾン B としてダンクにね出ていただいてっていう形もあったから、すごくそれはエモかったっすね。ダンク自体も例えば INI とかも今後出てくれることを期待しているので、そうなってきた時にまたコラボとかできるといいなっていうところがあるし、ちなみにその INI とメゾン B に関しては以前その INI のラジオで確か松田仁くんがメゾン B にも会いたいって話をしていたりとかいうのを聞いたりとか、あとそのさっき言った木村まさやくんがなんかこっそりメゾン B 聞いてるって話をこっそり聞かんでもいいじゃんって思ったりとか、そういうこともありましたが、だからねラポネとケンザさんのところの、ケンザさんの事務所に所属してるはずなんで、ケンザさんの事務所っていうかケンザさんが所属している事務所があって、でケンザさんはご自身でレベルもやってるって、なんかいろいろね大変だけど、これもだからね、スカイハイもね、BMSD はスカイハイのものだけど、アーティストスカイハイは ABEX ですからね。そういった関係でしょう。ね、大人って難しいですね。はい、そんな感じで。だから、ケンザさんは、自分で事務所もやって、ドリームボーイってやってるけど、ケンザさんが別個で所属してる事務所があり、そこの事務所にメゾンビも所属しているはずと。だから、そこの事務所とラポネさんは大丈夫っていうね、そういう話ですよ。ね、なんか難しいですね、大人。ね。ちょいとね、間違ってはいけないので、今、まとめサイトを見ながら話しますね。はい。で、どうやら、小1の時にお母さんに勧められて、地元のカルチャースクールでダンスを始めまして、で、その後、中学生とかになって、高校生とかになって、で、特待生で、高校生の時に、BAAA 校ハイスクール、すいません読み方がわからない、特待生として入学していますということで、この頃ダンス講師も務めていたと。だからダンス講師を務めていたっていう部分でも、ソータくんね、 BE:FIRST ソータくんともそうだし、あとはそのマーゼルのタクトくんとかともそうだし、やっぱねダンス上手い人たちはね、もう10代とかでダンス講師やっちゃうんすよねっていう感じで、で2016年に日本リズムダンス連盟が主催するアジアダンス大会で優勝と MVP のダブル受賞をし、アジア1位で、高校卒業後に19歳の時にアメリカ LA ロサンゼルスで単身留学経験があり、で2018年に地元で組んだダンスチームが、これがダンス大会ワールドオブダンスの日本予選で優勝で、世界大会で決勝に進み、2019年に開催された全米ダンスコンテストでは満点優勝し、全米制覇をしていますということですね。いやーすごいですねっていうことなんですよ。
まあだから、まあ、今回のサムネイルでおそらくね、主にベスティの方とそれから XY のファンの方にっていう感じですけどね、あのベスティの方もぜひこの翔也くん、まあ何しろね、ダンクのあのシットキングスさんのねところに、あの要するにソータくん、シュントくんたちとかハヤテさんたちと一緒にゲストで超特急のお二人とも一緒にそこに出るっていうねことなんで、それでもすごいっていうことがわかるでしょうということにはなるんですよね。はい。でまあね、まああの一番最初にそのメゾンBが出てきた時に、多少ねそのベスティさんの中でもね懐疑的な人たちっていうのもあの少しいて、まあそれはなんか気持ち的にはわからなくはないので、まあそういう感じの考え方する方もいるだろうなっていうのはありつつで、でも結果的にあのねダンクにあのメゾンBの翔也くんが出ているので、そういうところはなかったということで皆さんもきっと安心されたと思います。あのケンザさんもね、あのダンクありがとうって感じでツイートをしておりましたし、っていうことなんすよ。そうで、あのちなみに翔也くんに関して12日の時の MC において、あの約1年半前にオーディションで落ちてしまって、でも今こうしてあのこんなすごい人たちと一緒に立ててるっていうことが、それが嬉しいって話をしてて、おそらくねなんかへーみたいな感じの反応もあったんで、まあ、日舞2をねあの見ていた方だったらご存知かもしれないが、やっぱそうじゃない方もね多いと思うので、まあだからその辺のことも分かって、まあそういうオーディション絡みの話とかっていうのもあるとね、なんていうか、まあザ・ファーストを見てた方はね、そういうの好きな方も絶対に多いから、私としてもこれでメゾンBがね注目してくれると嬉しいし、あと多分ねその B ファーストのミリビリとか、それこそブンブンバックとかスピンとかね、そのヒップホップ系の楽曲、タイガースタイルだったりとかワンワンエイトとか、まあタイガースタイルワンワンエイトは B ファーストじゃないけどね、ニューチャプターとかね、あのそういうの好きな人は多分メゾンBの楽曲が好きだと思うし、でドリルビートを使ったマスカレードっていう曲だったりとか、あとこうあのポップス的な感じのものとかね、パラダイスとかもあったりするし、あのファンク要素とかが強い跳ねる感じのねブリンギンアウトとかねありますし、そういうのも多分ね好きになる人も結構いると思う。ビジュアルもみんな良いしね、はい、っていう感じなので、で XY のファンの方としては、まあ XY に欠かせないもうねあのダンサーの P 君の先輩というか大学の先輩ということのようなので、まあそういったところでぜひこのダンクでね出た機会というか、これをきっかけにしてメゾンB、翔也くんきっかけにしてあのメゾンBにも興味を持っていただけると私も非常に嬉しい。であのダンクに関してもね、またそれからね BMSG のアーティストに関しても、まあ、翔太くんも含めスカイハイ社長も含めで、他にもね超特急さんやダイスさんともねダンスコラボであの一緒になったっていうところもあるし、またいろんなところで彼らの姿が見れたら嬉しいなと思うので、まあ、本当に次回ダンクはメゾンBでね出てもらったらすごくいいなと思うし、あのそのためにメビウス、あのメゾンBのねファンダムメビウスさんって言いますけども、あの本当に頑張ってあの彼ら応援してでね盛り上げていければと思います。私もねなかなか動画の本数はそんなには上げられませんが、やっぱこういう感じのことがあるとどうしても上げたくなるというか、そういうことですよ。うん、日舞2がねどうしてもやっぱり私が推してたのが、まあ翔也くんではなく福島レイジくんというね、あのレイジくんという今メゾンBでラッパーやってる子がいましてね、その子だったりするのと、あとまあテコくんとあのヒカルくん、あのテコエユースエバサイガヒカルくんに関しても気にしていたので、だから本当にね、あの他のメンバーたちもね、あのたくさんマサトくんとリュウくんとリックくんもそうだし、なんか本当にいいメンバー集まっているなって思いますんで、なんでね皆さんもぜひちょっとメゾンBあの YouTube チャンネルでバラエティ的なこともやりつつで、あのクリエイティブキャンプみたいな感じで本当にストイックに楽曲制作に取り組んでおりますし、 MV なんかも上がっておりますので、あと Spotify なんかであのストリーミングでも曲聴けますから、ぜひあのチェックしていただければと思います。はい、今後だからどんどんでかくなっていくボーイズグループの一つだと思っていますので、まあ、むしろそうしていきたいなというふうにあの愚行いたします。はい、てな感じでございまして、翔也くんについて語らせていただきました。ぜひねこれを機会に興味を持っていただければ嬉しいです。
はい、で私はいろんな動画を上げておりますが、興味のあるタイトルやサムネイルございましたらぜひご覧ください。そしてすぐ情報が手に入りますようにチャンネル登録をしていただくことをお勧めいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。そう、ドリルビートっていうのも、ね、珍しいんですよ。本当にボーイズグループとしてはね。